やっちゃんがテン仙台に出発。ライブをしてるんですけど、今日は相方のミノタンが学業を
抽選ということで、来れなくなってしまったので春旅に一人の出演になります。よろしくお願いしますということで、私の自己紹介をさせてください。ゆるゆさびとめたかが大好き、見た目はゆるふわ、中身はおっさん、ピンクタートの春旅みゆです。みみっていつもは呼んでくれてるけど、心の中でみみって呼んでください。はい、ありがとうございます。そう、もうね、コロナ禍はだったんですけど、ちょっともう緩くなってきたので、結構ね、声出しの現場が多いので、ちょっと今日はなんかすごいいっぱいの顔に見られてる感じがしていつもね、お客さんも湧いてくれて、こう一体感のあるライブなんですけど、ちょっとソロということになって緊張してます。はい今日なんですけど、さっきまでね、こちらの方でなんかすごい、頭のいいことをしましたこの発言でちょっと IQ がバレそうなんですけど、大学のゼミ授業みたいなことをしました。 IT× アイドルって地域を活性化するっていう内容を話したんですけど、結構もう頭がいっぱいいっぱいで、なんか切り替えが難しいですねさっきまで真面目に討論してたのに、今アイドルとして歌って踊るっていうのがなんかすごい新鮮な感じがして、頭がふわふわしてるんですけどなので歌詞が飛んでしまったらすいません。はい、今日なんですけど、昨日がバレンタインライブだったんですよね。で、今日の方が来れるお客さんがちょっと多いのかなと思って、実は今日チョコレートを持ってきました。持ってきましたので、物販に来てくれた人を順番にお渡ししようと思うので、ね、ぜひバレンタインということでもう終わってしまったんですけど、受け取ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。では最後1曲歌っていきたいと思います。聴いてください。